先日ハジュ RV さんから容量12リッターの、車載冷蔵庫を提供いただいたので、こちらをレビューしていきたいと思います。サイズなんですけれども、長さがですね、565ミリ、幅が315ミリ、そして高さが219ミリで、これ525ミリのペットボトルですけれども、それと大体同じぐらいの高さになってます。そして重さがですね 8.4 キロあって、結構まあ、ずっしり、した感じですね。内寸なんですけれども、長さが350ミリ、幅が248ミリ、高さが160ミリとなってまして、350ミリリッターのね缶がまあ入る高さになってますね。実際どれぐらいのものが入るかというと、2リッターのペットボトル、ちょっと空ですけれども、これが、ちょうど2本入って525ミリのペットボトル、5本入りますね。はい、こんな感じ。350ミリの缶だったら5本の列がまあ3つは入って、さらにまあ3本ぐらい入るので18本ぐらいは入るかと思います。で、7本ぐらいは入るかな。525ミリの、ペットボトルだったら10本は入るという感じです。大きさについてはですね、実際、ジムニーシエラに、入れたものが、こちらの映像です。結構ね、やっぱまあ大きいので場所は取るのかなという感じですかね。はい、ジムニーシエラに入れた映像はこんな感じです。はい、で、キャンピングカーにもね、積んでみたので、こんな感じですね。キャンピングカーに積んでみると、はい、で付属品なんですけれども、これ、家庭用のね AC 電源と、コード、車載用のこれ DC 電源、これストッパーですね、そこにつける予備のストッパーが、2つついているのと、日本語の、マニュアルが、ついてます。液晶画面なんですけれども、オン・オフ、あとエコ、マックスモードの切り替え、温度設定ですね、プラスとマイナスの、温度設定ができるようになってます。エコモード、マックスモードの切り替え、温度設定はマイナス20度から、プラスの、10度まで、できるようになってます。実際に、冷蔵庫を使ってみたいと思います。現在の室温20.5度、庫内の温度が 18.4 度でしたね。 100% まで充電したジャックリポータブルパワー700、こちらから電源を取りたいと思います。エコモードで運転したいと思います。こちらは庫内の温度15度というふうになりますね。設定は5度にしてみます。5時15分にスタートです。ジャックリーのね、出力を見てみると、51W、50、51とか、それぐらいになってますね。音はこんな感じです。まあ、夜とか動いてたら、もしかすると気になるかもしれないですが、はい、スイッチを入れて、5分経って2度下がってますね。今開始から30分経ちました。庫内の温度の表示、7度ですね。ジャックリーは開始から 3% 減ってますね。庫内の温度も見てみましょう。下の表示が 7.8 度、 7.7 度まで減ってますね。 7.6 度、大体同じだな。50分経ったところで、冷蔵庫が静かになってますね。 94% ジャックリーは 6% いきました。続いては設定温度を一番低く設定してみましょう。はい、これでまた同じくね、
エコモードで、ね、94% か。ちょっと音が大きくなったかな。あと、ね、あったかい空気が、はい、出てますね。30分経ちましたね。マイナス5度。時間半くらい経ってマイナス10度ぐらい上がってきてますね。この表示はマイナス11.9。どっちが合ってるのかわからないが、はい、ハイパワーマックスモードにしてから約2時間経ちました。温度はマイナス9度ですね。あまり変わってないです。室内の温度はというと、あ、こっちもだいたいマイナス9度ですね。マイナス9度。はい。だいぶ凍ってきたか。うん。はい。うん。凍ってる。あ、結構凍ってる。これ5時45分から、つけていて、今10時59分。まあ5時間15分で、39% 減ったという感じです。このまま放置して明日の朝、どうなっているか検証したいと思います。マックスモード設定はマイナス20度でじゃあクリ翌朝どうなっているか、この温度は果たしてどうなっているでしょうか。電源落ちちゃってますね。冷凍庫の中はマイナス今2度ですね。ガチガチに凍っている。うん、お茶の中全てガチガチに凍っています。はい、今回ですね、キャンピングカーで2泊3日車中泊の旅、夫婦で行ってきたんですけれども、このね、車載冷蔵庫、ハジア RV と、ポータブル電源、ジャクリーのね、ポータブルパワー7役という組み合わせで使ってきたんですけれども、そちらのちょっと感想です。で、良かった点を5つほど、購入する前に、検討した方がいいのかなという点3つほど、挙げていきたいと思います。良かった点1つ目、容量ですね、がちょうど良かったのかなと。で、今回2泊3日で、まあ家からおかずとかね、ビールとかチーズとか、持ってって、で現地でね、お刺身買ったり、あとお土産のかまぼこ冷蔵物を買ったりとかしたんですけれども、全部ね、この中に、入りましたね。逆にこれ以上大きすぎるとね、サイズもね大きくなってしまうので、車中泊キャンプだったらちょうど良かったのかなと。良かった点2つ目、エコモードのですね、電力消費が意外と少ないのかなと。エコモードで8度の設定で50時間ほどですね、冷蔵庫を稼働させてたんですけれども、帰ってきてジャックリーの容量 15% 残ってました。この冷蔵庫だけじゃなくて iPhone 12 Pro Max、 それから iPhone 12 Pro、 これの充電が2回ずつ、それから LED ライト3つの充電が各2回ずつ、電気式湯たんぽの充電も1回したんですよね。電気式湯たんぽは温めると 15% のね、電気を使うんですよ。それを引いたら、まあ、30% 容量残ってたということなので、まあ、エコモードで使えば意外と電力消費は少ないのかなと思いました。で、良かった点3つ目、冷蔵の性能ですね。今回ね、8度設定エコモードだったんですけれども、ビールもね、しっかり冷えてたし、他の食材もね、ちゃんと冷蔵されてたので、冷蔵の性能はいいのかなと、思いました。で、いい点4つ目、シガーソケットから、電気が取れるというところですね。走行中ね、シガーソケットから、電気を取って、で、車を止めたらこちらのポータブル電源に使うという風に、すれば、ポータブル電源の、容量も節約できるので便利だなと、思いました。ジムニーシエラはね、後ろにもシガーソケットを
の、まあ差し込み口がついているので、まあ、そこから電源取ればね使いやすいのかなと思いました。いい点5つ目がですね、電圧の保護機能っていうのがあるというところですね。車のバッテリーの電圧がある一定まで下がると自動的に冷蔵庫の電源が切れるというふうになっていて、バッテリーが上がってしまう心配がないんですよね。その点は安心して使えるのかなと。逆にですね、購入する前に検討した方がいい点、一つ目、サイズですね。意外とサイズは、大きいので、特に軽自動車なんかでね、使う場合は、まあ、サイズをちょっと確認した方がいいのかなと。で、排熱もあるので、周りにね、あんまり物を置かない方がいいので、まあ、置き場所はね、ちょっと、検討する、必要があるのかなと。続いて二つ目がですね、実は同じメーカーさんから温める機能がある、冷蔵庫っていうのも出てまして、冬キャンプしたり、冬の車中泊する人は、もしかしたらね、そちらの保温機能がある方がいいのかなと。で、私も、まあ冬車中泊とかキャンプとかするので、冬、この中にね、お弁当入れたり、飲み物入れたり、それからパン入れたりすれば温められるので、そっちの方がいいかなと。それからですね、冷凍の性能ですね。ジャクリーのこのポータブルパワー700と使ったら、マイナス10度ぐらいまでしか下がんなかったんですよ。5時間稼働させて、アイスとか、氷とか、まあ持ってきたいとか作りたいっていう人は、ポータブル電源のね、電圧もっと高いやつ、1000ワットとか1500ワットぐらいあるものを購入しないと、まあマイナス10度ぐらいまでしか下がんないのかなと。家の電源で冷凍庫を、使って、だったら3時間でマイナス15度まで、下がりました。なのでちょっと使い方としてはですね、氷とかアイスをまあ持って行ったりとか、冷凍物持っていく場合は家で事前に、マックスモードで、3時間ぐらい動かして、かつまあ保冷剤をこの中に入れて、持ってった方が節約にもなるのでいいのかなと、思いました。はい、続いて4つ目なんですけど、音ですね。冷蔵庫、冷凍庫を動かした時、まあポータブル電源の音と冷蔵庫の音、結構まあ同時にね、稼働してる音がするので、まあ夜ね、静かなところで、使ったりする場合は音が気になるかもしれません。まあでも冷蔵庫を使ってる時はね、そんなに、気にはならなかったですね。私はね、こちらの冷蔵庫しか使ったことがないので、他のところと比較したことがないので何とも言えないんですけれども、このキャンピングカー実はまあ冷蔵庫冷凍庫ついてるんですけれども、たまにねで容量が足んなくなって使えなくなることもあるんですよ。でそういった意味でもう一台ね、この予備の冷蔵庫を積んでおけば、まあ安心なのかな。で、あとジムニーシエラはね、にこれを積んでおけば、まあ買い物した際ね、冷蔵冷凍物もここに入れとけばね、安心なので、まあ、ジムニーシエラに積んどくのもいいのかなと、思いました。まあ災害の時なんか、このポータブル電源と組み合わせれば、まあ、2、3日、3、4日ぐらいは冷蔵庫を使えると思うので、非常に便利で安心なのかなと、思いました。以上が、感想になります。